六番山は、中華人民共和国内華海賊自治区方、厳守厳守区にある山。海抜2928メートルである。潜水省、甘粛省の交通路にあたり山は険しく狭い、山道が頂上に達するまで60にもぐるぐると渦巻いているためこの山名がついた。昔は、落番山とも言った。他に調整を記念する六番山。 公軍朝政記念館や六番山国家、森林公園などを有し、校舎は中国観構築区藤永久に属している。1227年、モンゴル帝国の初代皇帝で、元の大祖チンギス館は聖火遠征中にこの山に避暑し、狩猟中に落馬、その傷が元となりこの地で死去した。これ以後も六番山は、モンゴル軍の重要拠点として機能しており、 第四代皇帝門家が南宋に申請した際にも広報基地として用いられている。門家の死後即位した首ラは、自らの第二子マンガらを安政王に封じて、先制一体を領地として与え、六番山は安政王家の夏栄治として用いられた。1276年、安政王、マンガらが、死里儀の乱鎮圧のため北方で出陣している。 最中に、オホデイ王家の南平王トクルクは六番山において、反乱を起こしたが、茶が大家武将で、オングドブ出身の彫刻案によって地が圧された。厚生小随勤県を根拠地としていた、毛沢東率いる公軍は、1934年夏に、国民党軍の数度にわたる包囲攻撃を受けて、随勤から撤退し、追撃を受けながらも、 苦難の末、1 2 5 0 0トル移動して、延安根拠地にたどり着くが、道のり最後の難関が、この六番山だった。1935年10月この山に到達し、清平学、六番山の詩を読んだ。晩秋の高い空を、三上手の清掃な干渉と北方の強い秋風に、吹かれての豪快な心境を歌ったもの。前段、第一句、第二句に、 無料の考えがこもって折り継いで第3、第4句の展開はまるで名優の舞台芸を見るようで、高段の緊張しきった拡張はそのまま舞台の、合法な歌声と化して、耳に聞こえてくる。最後の1句は歴史へ挑む作者の宣言とされる。AB、大韓和辞典巻に大衆館、書店、1956年5月28日1958。AB、毛沢東その首と、 人生文芸春秋新社、心九1965年4月20日、204から207ページ、ありがとうございます。